VSE が完全に引退します。小田急電鉄は今日6日、小田急ロマンスカー VSE を12月10日をもって営業運転を終了すると発表しました。VSE は2005年にデビューした特急ロマンスカーの車両です。展望席付きの車両として小田急電鉄の看板的な車両となっていました。しかし、 連接台車などをはじめとする特殊な構造や部品を採用していることから今後の運行が困難となって引退が決定しました。2022年に定期運行を終了し2023年9月には日本中の一本が引退しました。残る一本も今年12月10日をもって引退することとなりました。引退記念企画として 撮影会やラストランツアーを開催します。引退後の VSE については、エビナーキリンセのロマンスカーミュージアムにて展示することも検討しているということです。これで、11月6日の KAB ムービーズを終わります。